はい、こちらキャノンブースはですね、新製品の放送用のレンズを展示しております。今回ご紹介するのは、こちらのレンズになりますけれども、CJ18×28B という商品になりまして、こちら 4K 対応のレンズになっております。ワイドがですね、28ミリから18倍のレンズということで、等倍でですね、500ミリまでの、望遠が効きます。エックス線を入れることによって1000ミリまでの、望遠が効きますので、非常にですね、ネイチャー系の、撮影であったり、スポーツ系だったりということで、肩担ぎで、1000ミリまで使うことができますので、非常にコンパクトで望遠系のレンズというふうになっております。はい、引き続きましてこちらがですね、CJ15×8.5B という商品になります。こちらは先ほどのレンズと同じようにですね、既存では 2KHJ レンズということで、発売してきましたけれども、今回 4K 対応ということで、新たにリニューアルをしております。こちらの15に関しましてはですね、バリアングルプリズムというですね、手ブレ補正機構が中に内蔵されているレンズになっておりまして、非常にコンパクトで、手ブレ補正が効くレンズになっております。はい、こちらはですね、新しく発表しました4月4日にですね、発表しました、シネマレンズ、スミレプライムという商品になります。名前はですね、スミレということで、これワールドワイドで統一名称というふうになってますけれども、日本のスミレの花を、イメージをした、ネーミングになっております。で今回ですね、私どもでこれまで EF レンズ、EF マウント対応の、プライムレンズというのは発売していたんですけれども、今回 PL マウントということで、新たに導入をします。こちらの特徴はですね、肌色とかですね、そういった温かみのある、色合いを出しつつですね、背景との、ボケの差をですね、被写体と背景とのボケの差をですね、うまくなじませるような形で、綺麗な映像を映すというような仕組みになっております。すべて今回こちらに、ステージの方に展示しているのは、50ミリの T1.3 というものと85ミリの T1.3 という2種類のレンズになっております。こちらはカメラは EOS C700FF ということで、フルフレームに対応したレンズということになっております。はい、こちらはですね、業務用ビデオカメラになります。こちらの商品がですね、XA40、 こちらは USA モデルで XA45 というふうになっていますけれども、日本では XA40 というものが、発表になりました。でこちらはですね、 2.3 分の1インチの CMOS センサーを積んでおりまして、ズーム倍率は20倍ということになっております。でインターフェースに関しては、HDMI ということになるんですけれども、こちらは 4K 対応の、4K30P の撮影が可能になっております。また、記録メディアに関しては、SD カードということで、2スロットを設けているものになりますので、外部収録ということの必要がないモデルになっております。はい、続きましてはこちらですね、業務用ビデオカメラのもう1機種、4月3日に発表した商品になります。こちらはですね、 XA55 といいまして、先ほどの 40と比較してですね、大きな違いとしましては、まずセンサーサイズ、こちらは1インチのセンサーを積んでおりまして、ズーム倍率はこちらは15倍ということになっております。あとはインターフェースに関しては、先ほど HDMI、XA40 は HDMI だったんですけれども、こちらの XA55 に関しては SDI を積んでおります。でこちらは先ほどと同じように、 4K30P の撮影が可能になっておりまして、あとはフル HD でですね、 60P と 60i の記録も可能になっております。はい、こちらはですね、放送用レンズになるんですけれども、昨年発表しました、UJ122 というレンズになります。でこれは122倍のレンズになっておりまして、望遠で1000ミリまでいくレンズになっております。で今回の展示はですね、ソニーさんの HDC4300 との組み合わせにおいて、アリアというですね、ものが入っておりまして、通常レンズでですね、望遠まで寄った場合にですね、 F ドロップということで、周辺の光量が落ちたりとかですね、暗くなる現象が起きるんですけれども、それをこのソニーさんとのカメラによって、その F ドロップというものをなくすことができるようになっております。はい、でこちらがですね、ちょうどモニターになりますけれども、 F ドロップが、入って、通常ですね、広角から、ズームをしていくと
だんだんあの周辺光量が落ちていくという状況になるんですけれども、ご覧いただいているようにですね、122倍、1000ミリまでいってもですね、周辺の光量が落ちることなくですね、画面の F ドロップが防げるというような機能が今回積んでおりますので、発表させていただいて展示させていただいております。